るかと思ったけど。なんとか料理っぽいことができるようになりましたね。でも料理を選ぶなんて意外だったな。何か特別な思い出があるの？俺の中で誕生日といえばって感じです。決して豪華なものじゃなかったけど、俺にとってはそれが一番でしたから。そっか。